岩木山も雪化粧を始め、いよいよ冬。やってきたのは津軽市の斜力地区です。日本海に近く砂地の畑が広がる屏風山地域で、もちとろの収穫が行われています。県産の優良長芋と粘りの強い加賀丸芋を掛け合わせてできたもちとろろ、味の濃さ、粘り、栄養価が高い新品種です。まさに餅のような粘りですよね。すごいですよね、ずっしりしてて。長年長芋を育ててきた工藤さん、新品種の栽培には苦労しました。大体4、5年かかりましたね。全然芽が出てこない。この梅で大体10本ぐらいしか取れなかったもんですから、それから今はいろんなやり方、自分なりの研究ですね。諦めなかったんですか。どうせ手かけたんだったら成功してしないとダメでしょう。もちとろろに惚れ込んだ工藤さんは諦めることなく作り続け、ようやく立派なものを栽培できるようになりました。どうしたらいいのが取れるかな、どうしたらみんなに美味しいって言ってもらえるものをみんなに供給できるのかなという、そういうことは考えてますよ。奥さんにおすすめ料理を教えてもらいました。今日はもちとろろをすりおろしたのを焼いていきます。薄く伸ばして焼いていきます。油をひいたフライパンにすったもちとろろを伸ばしていきます。小麦粉など何も入れないんです。そのまま焼いていくんですね。そうなんです、もちもちなのでなかなか伸びませんが、ちょっとカリカリした感じがいいかなと思います。はい、あ、焦げ目がちょっとついてきました。あ、すごい美味しそう。孫がやってきた時にいろんなバージョンで食べさせて、ピザ風とかただ塩だけとか、そんな感じで食べさせてます。ここで生産者が教える参考ポイント。何も入ってないので固くなるとちょっと風味が失われるので、温かいうちにお好みのソースで。一体どんな味がするんでしょうか。今日は塩味とチーズを乗せたピザ風の味付けでいただきます。その芋だけでピザ生地がきちっとなっているっていうのはいいですね。芋の味はしっかりしてます。噛めば噛むほどこう芋の濃厚な味と粘りもなんか下に残ってきます。